午前中から都内にある防衛省の施設で両国の防衛当局による課長級の協議が行われています。尖閣諸島などをめぐる緊張が続く中、日中両政府は自衛隊と中国軍による海上への偶発的な衝突を避けるためのホットラインの運用を目指しています。